皆さんこんにちは、武田塾の高田です。特別講師の船澤です。今回は直前期の過去問の使い方徹底解説という回でやっていきたいなと思います。東大に合格した船澤先生に過去問どんな風に使ってたか結構こだわりがあるんですよね。はい、そうですね。過去問好きですか？過去問大好きです。過去問大好き。過去問の、ね、こだわりとかね、使い方を聞いていきたいなと思うんですけど、はい、何に一番こだわってました？レベル別にやっていくっていうことかもしれない。レベル別にやっていく、はい、過去問をですか？そうですね。どういうことでしょう？数学とかになっちゃうんですけど、はいはいはい、赤本とかにこの問題はレベル A、B、C みたいなのがついてるんですよ。はいはいはい、25カ年シリーズみたいなやつですね。それです、それです。はい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 、レベル分けしてあるので、はい、まず最初に A をやって、はい、A が大体できたかなみたいな時に、うんうんうんまあ、B をやってみたいな、はいはい、でも C はやらないみたいな。なるほどなるほど。私は数学が苦手だったので、はいはいはい、あの C を本当に手つけられなかったので、はいはいはい、本番でも C レベルの問題が出たら解かないって決めてたので、なるほどなるほど、もう最初から捨ててたっていう感じなんですけど、はいはいはい、このその戦略がいいかどうか置いといて、はい、そのレベル別にやることで過去問ってちょっと難しいみたいなイメージあるじゃないですか。はいはいはい、その中にもうちょっと解ける問題ってあるんですよ。なるほど。でレベル別にやっていくことでちょっと解けた、はい、自信になった、はいはいはい、ちょっとできるかも、頑張ったらできたみたいな好循環が生まれたのかなと思います。なるほど。じゃあ結構気持ちというか、はい、モチベを上げるために、はい、東大の問題でも解けるじゃんみたいなのがこの勉強の真髄みたいな。そうですね。 C 問題、まあ、いわゆるもうめっちゃ難しい問題、まあ、捨て問難問みたいなものって結局合否に関係なかったりするんですよね。 C 問題、難しい問題考えてる時間があるんだったらちょっとでも A 問題解けるようにしていった方が、まあ、勉強の効率はいいですよね。そうですね。 ABC ってランク振ってあるものがあったら簡単なものからやろうっていう戦略ですね。はい、逆にその、はい、簡単な問題ができるよっていう人は、うん、もう A とか解かなくて B から解くとかでも、うん、そういう使い方もできるんじゃないかなと思います。なるほどです。他ありますか、こだわってたポイント？社会1年分やろうと思ったら、うんうん、大問4つとか、はい、解かないといけないじゃないですか。はい、それってすっごい時間かかっちゃうので、はい、その問題1問ずつ解くっていうのが割とその時間のない時とか、はい、受験直前とかは大事なのかなっていう気がします。巷の勉強法だとこう時間配分が大事だみたいな感じでセットで解こうみたいなことありますけど、はい、船澤先生は逆に分割しちゃうと。そうですね。その意図は何でしょう？時間配分とかももちろん大事なので、はいはい、模試の時とかに練習するとして、はい、分割することによってまずハードルが下がるっていうのがあります。なるほど。1年分やると、はい、やっぱりすっごい疲れるんですよ。はいはいはい、復習明日に回そうみたいな、うんうんうん、なっちゃったら解きたてほやほやのうちの方が絶対覚えてるし、うんはい、解説読んだ時にあそうだったのかっていうポイントも多いのに、それを翌日にしちゃうことによってやっぱり1回人間寝ちゃうと忘れちゃうんで、うんうん、もうとりあえず1問やったら小問1個やって、はい、小問1個、はい、その小問1と2が関連してた場合に、はい、その小問1でその間違えてたら、はい、もう2絶対解けないじゃないですか。なるほどなるほど。っていうのが時間の無駄だなって思ったんで、はいはいはい、小問1個解いてちょっと答え見て、うん、なるほどなるほど、ちゃんと合ってるぞみたいな。そうですね。まとまった時間取れてなくて、はい、ちゃんと演習できてないって人もいると思うんで、じゃあそれだったらもう分割してまず1問やっちゃおうよと。復習がこうめんどくさいってなる前に1問解いて復習した方が効率いいよねっていうのは確かにその通りだなと思ったんで、それはいいかもしれないですね。はい、じゃあとちょっと質問で、復習の時はなんかどんなことを意識して過去問の復習はしてましたか？例えば、はい、過去問ってもう何問もあるじゃないですか、はい、何十問何百問ってあるので、はい、それをまあ一個ずつ直前期とかにもう一回見ている時間なんて絶対ないじゃないですか。なので前々からそのこと考えて、はい、間違えた問題のここができなかったなっていうところを、うん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 、網羅系の参考書、はいはいはい、フォーカスゴールドとか、はいはいはい、チャートとか、はいはいはい、英語だったらまあなんかスクランブルとかなんかあると思うんですけど、はいはい、そういうのにその落とし込んでいく、線つけたりとか、なんかマーカーで星つけたりとか、ぐるぐるぐるってやったりとかして、復習の時は何ができなかったのかを分析して、それをその自分のものにするっていう時間にやっててました。情報の一元化みたいに言われる勉強法だったりもするんですけど、東大のじゃあ数学でこの問題間違えた、でこれってでもフォーカスゴールドの数学 2B のこの範囲のこの考え方使ったら分かったよねみたいな、そしたらフォーカスゴールドになんか付箋貼っとくみたいな、そういうやり方ですね。そうですね。それを直前期にフォーカスフォーカスゴールド見たら、はい、10年分とかの過去問の自分の間違いが載ってるみたいな、はい、効率いいですね、はい、社会とかもそれめっちゃ良さそうですね。そうですね、社会も結構使えます。参考書に間違えたところをまとめとけ、はい、そしたら後々復習が楽だよ、はい、っていうところですね。そうですね。原因分析って話も出てたんですけど、はい、どんな感じで自分の課題とかを分析してました？自分が解いた時にどういう考え方をしたかっていうのをちょっと思い出して、それで、まあ、答えと照らし合わせた時に、はい、なんでここが違ったのかなって、うんうん、あ
ここの考え方が間違ってたからやみたいな感じで解説を使ったりとか、本当に分かんない時はもう先生に聞くのも全然ありだと思うんですけど、最初の方だとこの問題のここが参考書のどこに対応してるか分かんないみたいなこともあると思うんですけど、もうそういう時は遠慮なく先生に聞いて、なんで間違えたのかなっていうことを分かんないなりにでも分析しようっていうのが大事かなと思います、はい、あ、なるほどですね、はい、過去問の間違ったやり方として問題間違えてもうそれ覚えちゃえばいいやっていうふうにみんなしちゃうんですけど、そうじゃなくて、はい、なんで間違えたのかな、どうしたら答えられたかなっていうのを一問一問ちゃんと考えていくことが大事だよみたいな、はい、そうですね、うん、まあ、それをちゃんと繰り返していけば確かに点数は上がってきそうですね、はい、うん、というわけで過去問演習のやり方、船田先生に話聞いてました。確かに過去問ってね、こうすごいハードルが高いものだったりするかもしれないですけど、うん、船田先生みたいにね、過去問分割して一問ずつ解いてみるとか、簡単なものからやってみるとかっていう風に心理的にハードルを下げてやっていくのはめちゃくちゃいいなと思ったので、ぜひ皆さんもやってみてほしいなと思います。で、船田先生も話してくれたんですけど、復習が大事、参考書に戻って復習したりとか、どうしたら解けたのかなって振り返って考えたりとか、そういう勉強法を皆さんもやってほしいなと思います。今回は以上です。高野先生、はいはいはい、今年も冬だけだけだの季節がやってきましたよ。ついに今年もやってきましたか。そうなんです、あの冬だけだけだが今ならなんと1ヶ月入会金無料で受けられるんです。おお、高1高2中学生のみんな、この冬本気で1ヶ月頑張ろう。詳しくは概要欄